ホンダのスタイリッシュ SUV 新型 HR-V まもなく登場。2023年3月6日、ホンダと中国東風記者の合弁会社、東風ホンダ。はぁ、あ。近々発売が見込まれる新型 SUVHR-V の新たなエクステリア画像を、同社の公式 SNS に投稿し公開しました。 新型 HR-V は2023年2月22日に導入されると公表されており、2月27日から数回にわたってギザー画像が発表されています。一体のような車なのでしょうか ?HR-V という社名は、はい、ライダーレボリューショナリービークルの頭文字に由来し、車高をアップした革新的な車両、 という意味を持つ、現在のクロスオーバー SUV の元祖といえる車の一台です。初代モデルは1998年に日本で展開され、発売当初のボディタイプは3ドアハッチバックのみ、全長 3995mm と 4M 未満でありながらロングルーフによる、伸びやかなシルエットと、 190mm の最低地上高による、リフトアップしたような斬新なスタイリングも相まって、スタイリッシュさとスポーティー感を武器に、センセーショナルなデビューを飾りました。しかしサンドアのみでは使い勝手において不利だったこともあり、兄貴分の SUV、CR、V ほどの人気は獲得できず、 1999年に大幅なマイナーチェンジを観光。5ドアモデルを追加しニーズに依頼ようと奮闘するも、2003年に3ドアの販売を終了し、2005年には5ドアも生産を終了。日本国内では一台限りで消滅した悲運のモデルとなりました。しかしその一方で、海外では少々複雑な経緯をたどりながらも、 HRV の社名は復活し、現在まで生き残り続けていました。まず北米では、2014年にコンパクト SUV、ベゼル、日本名にが HRV の社名で販売されたほか、インドネシアなどでも同様にベゼルの現地使用者として、今でも HRV の名を関するモデルが販売されています。また、 2022年6月には新規モデルとなる SUV 新型 ZR-V が新たに登場しましたが北米では細部のデザインと社名を変えて新型 HR-V として発売されましたつまり海外では現在もデゼルの海外版である h r v と新型 ZR V の北米版である HR-V が同時に存在しているのです。さらに、これまで HR-V という名前のモデルが存在しなかった中国市場でも2022年2月22日に東風ホンダが新型 HR-V を導入すると発表2月27日以降相次いでエクステリアの画像を公開しています。 今回画像の公開された中国版の新型 HR-V は普遍的な形状でありながら精悍なグリルや中央のエンブレムまで伸びるヘッドライト同様に中央まで伸びるリアライトなど特徴的なエクステリアが目を引きますフロント周辺を除いたボディ全体的のフォルムは新型 ZR-V と共通と見られることから 新型 ZR-V をベースにオリジナルマスクを備えた中国専用車として、新型 HR-V を展開するものと予想されます。現時点ではこのエクステリア以外の情報は公開されていません。しかし、この新型 HR-V が好評となれば、販売地域を拡大する可能性も否定できず、 東風本田の今後の動向に注目が集まります。